まだ教本にも書いていないので、それは何かというと、ティンホイッスルを構えるときに、このマウスピースの上の面を、上の。こんにちは、ケルトの笛の畑尾です。毎週一つ、ケルトの笛の話題をお送りする笛チャンネル、宝塚花屋敷のスタジオからお送りしています。さて、先日3月15日、確定申告を無事終えることができました。毎年この時期になると、本当に血を吐きそうな思いで、確定申告の準備をするんですけれども、僕ね、すごく数字に弱いんですよ。お店を経営しておきながら、こんなこと言うのなんなんですけれども、高校生の時に、数学のテストで0点取ったことありますからね、自慢じゃないですけれども、まあそんなわけで、ついつい普段忙しいと、会計をサボりがちなんですけれども、この時期になって、通帳10冊とか、領収書の束とかを一つ一つ入力していくわけですね。そしたら、1年前の不明な出金とかね、不明な入金とかがあったりするので、すごくね、困ってしまいます。ですけれども、一人ね、お客様の名前を見ながら、こういう風に会計をしていくと、本当にありがたいなというね、感謝の気持ちが湧き上がってくる、まあそんな時期でもあります。これからは、きちんと毎月、帳簿をつけていきたいなと反省しているところです。さて、今日はティンホイッスルの基礎についてしっかりお話をしたいと思います。先日僕の教室に通ってきてくださった方が、ご自身が通っている教会で、ティンホイッスルを広めたい、ティンホイッスルのサークルを作りたいということで、僕の教室に来てくださったんですけれども、ティンホイッスルを吹いていただいたら、どうもあまり綺麗な音が出てないんですね。で、これどうしてかなということで見させていただきました。で、この話はまだ教本にも書いていないので、ここで皆さんとシェアしたいと思います。さて、皆さんはティンホイッスルをどういうふうに構えてというか、加えていらっしゃいますか？これね、僕なぜ教本に書かなかったかというと、あんまり自信がないからなんですね。というのも、教本を書くにあたって、リコーダーのね、出版されているテキストいろいろ見ましたが、リコーダーの方ではどうやらこういうふうには書かれていないんですね。で、ティンホイッスルの教本ももちろんこんなこと書いていないんですね。それは何かというと、ティンホイッスルを構えるときに、僕はですけれども、このマウスピースの上の面を、上の歯のところに当てているんですね。こう。当てて、そして唇をかぶせてマウスピースをしっかり塞いでいるというふうにしています。まあ、口を開けるとね、ちょっと間抜けですけど、こんな感じです。はーという感じですね。で、なぜこういう吹き方というか加え方に至ったのかということなんですが、リコーダーのテキストでは大体は、マウスピースを下唇に乗せて、下の歯と上の歯の間を、隙間をちょっと開けて吹くというふうに書かれているかと思います。ですけど、ティンホイッスルってタップって言ってね、笛を叩いたりとか、カットとかね、結構指を、激しく動かすわけなんです。指を叩きつけるときに、こうグラ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 笛が動いてしまうんですね。だからきっと僕はこの構え方、加え方に落ち着いたんじゃないかなと思います。で、笛を見ると確かにね、ここにちょっとこう歯の跡というか、少し傷がついてたりするんですけれども、もし、笛を吹いててぐらつくなという方がいたら、ぜひ試してみてください。で、あとね、この笛の角度なんですが、結構ね、こう下に構えてらっしゃる方がいるんです。で、こうすると当然唾が入っていきますから、ちょっとね、角度をつけてください。で、喉からこう息が出てきた、その息がまっすぐ笛に入っていくような角度がいいですよね。ちょっと試してみてくださいね。尺八と違って音程は変化しないと思いますけれども、どこかのポイントですごくね、息が通りやすい、音色が綺麗になる場所があるはずなので、そこを探してみてください。ということで、今日はティンホイッスルの構え方でした。さて、お知らせコーナーです。4月8日に久しぶりに畑尾&奈美が東京へ参ります。先日発売した畑尾&奈美の3枚目の CD 森の時間、これは北欧のスウェーデン、ノルウェーの音楽をいろいろな笛で演奏しているという CD なんですけれども、この CD 発売記念コンサートとして、東京都立川市のロバハウスさんに伺います。この時はドレクスキップという大人気の北欧音楽バンドのニッケルハルパー奏者のエモくん、榎本くんにもゲストで参加していただきます。ロバハウスといえば、古楽器を中心としたアンサンブルをされている
すごく面白いね、芸術活動されているロバの音楽座の本拠地ということで、いっぱいね面白い楽器が展示されているというかね、あるんですよね。で、建物もあのジブリの森を設計した方がデザインしたということで、本当にメルヘンな空間になっております。こちらまだ若干ですけれども空きがありますので、関東方面の方ぜひね、ご興味ある方はお越しください。それともう一つあります。4月9日の日曜日なんですけれども、この日に江東区のティアラ江東というところでアイリッシュハープフェスティバルが開催されます。これ毎年ね、開催しているイベントで、全国のアイリッシュハープ奏者が集ってコンサートとかレッスンをするんですけれども、ここでね僕もナミさんのパートナーとして参加しますけれども、空いてる時間があるので笛の交流会を開催します。第3会議室で14時から17時までの3時間あります。アイリッシュセッションも含むいろんな、笛の話をしたいと思ってますが、もちろんねこの日ハープのイベントなので、手が空いてるハープの方もぜひ来てください。一応参加費500円いただきますけれども、出入りいつでも自由です。旗尾と遊びたい方、コミュニケーション取ってみたい方、ぜひお越しください。定員が16名までとなっていますので、ぜひここまで直接メールなどで申し込みください。今日もご覧いただきありがとうございました。ケルトの笛チャンネルでは皆様からのコメント、ご質問をお待ちしています。下のコメント欄にお書きください。それから告知してほしいコンサート、イベント、教室など何かありましたら、僕の方までメールでお送りください。ぜひご紹介させていただきます。チャンネル登録、シェア、リツイートもお願いします。ではまた来週。